君のこと探してたのよ。今日って部活ないわよね。ってことで放課後は私とデートしない？たまにはいいでしょ。私の放課後気にならない？そうこなくっちゃ。じゃあ私服に着替えて駅に集合ね。やだ、顔が硬いわよ。もしかして緊張してる？そんなに緊張しなくて大丈夫よ。マナーに厳しいお店じゃないから。もう仕方ないわね。テーブルマナー、手取り足取り教えてあげましょうか。ここって結構自由が利くから、モデルの友達と来ることが多いわね。カロリー計算の相談に乗ってくれて、その人ごとのメニューを考えてくれるの。でも栄養はしっかり取らなきゃいけないでしょ。ただ細いだけじゃ全然魅力的じゃないもの。私はセクシーに見える体に、友達はキュートだったりグラマラスだったり、それぞれ目指す体型があるから、しっかり食べたいなっていう時にここに来ると、食べたい欲求が満たされるし、低カロリー高タンパクなものが食べられるのよね。別にそんなに褒められることじゃないわよ。みんなやってることだから。君だって食べ過ぎた翌日は節制したりするでしょ。それと同じ。みんなはまた今度ね。まずは一番に君を連れてきたかったの。私は君のことを信頼してるから、君には私の世界を知ってほしい。誰よりも先にね。って言ったらどう思う？あら、からかったつもりが真面目に取られちゃったわね。でもそれが君のいいところよね。さあメニューを決めて食事を楽しみましょう。ええ、君も同じものを食べてみる？